試合が始まったら興奮はねやっぱり抑えられないところもあると思いますし、そうですね、まあ、いろんな気持ちが渦巻くねこの重要な一戦だと思いますね。はい、さあコーナーキックハイボール、ヘディングシュート、キーパー小本のシュート、そしてマテウスですがここはブロック。今季はこれが4試合目の出場です。マテウス、マテウス、そしてバラダが走る、そこにボールがちょっと短いかな、いや繋がった、倒れてどうかな、あ、ボールに行っているというジャッジです。ちょっと外ではあったかとは思いますけれども、はい、あーどうですかね、ボールにもしっかりと当たってるとは見えないですよね。ただこうレフリーのいる角度的にそう見えたのか、はい、こちらからの角度から見るとバラダが、あ、まあ、ちょっと当たってますかね、かかった、はい、まあ、レフリーはこうこのボールがショービッチの元へ、そしてマテウスだ、運んでいく、マテウス持っていく、そ縦に行ってシュートだ、おー、同サイドになっていきましたがナイスキーパーです。ここは南の好セーブ、まあ、状況的に右からのカットインではなくて左サイドでしたからね、こう右に、あ、こう中央に入っていっても右足だったんでね、なんとかこうフェイントかけながら左足持ってきましたね、はい、ただその分ちょっとコースなかったですけども、でもこうニアのいっぱいのところ強いシュートを狙いましたね。大宮のサポーター、ヘディングシュート来た、河本、大前のコーナーキックにドンピシャリと合わせました河本です。先制大宮アルディージャ、まあ、なかなかねこうゴール前のところでビッグチャンスを作れずにいた大宮でしたけども、はい、まあ、セットプレーでしたね、うん、一発で流れを変えましたね。フリーでしたね。でしたね。まあ、チームの その横浜 FC の守備としてはややゾーン気味に見ていたのか、やっぱりこう空間ができてしまいましたよね、はい、ゴールに対してボールがこう向かってきている時からおそらくフリーだったと思いますので、はい、その辺のマークははっきりさせる。佐藤が運んでいきながら、うん、レアンドロ・ドミンゲスのワンツー、佐藤行く、そして中へのボール、さあ北爪が入っている、シュートこぼれて混戦ですが、すごい、ここは笛が鳴りました。横浜FCに納得いかないようなことがなかなか見えづらかったですからね。そうですね、放送席からちょっとこの辺りから分からなくなりましたけども、はい、間を通して佐藤浮かす、今落とす、そして野村、あ、ヘッドの対応です。河本まだあります、右北爪から入れ替わってシュートだー、追いつきました横浜 FC、 決めました北爪、あ、佐藤、あ、ここで渡辺からのボール高く上がって富山、カルヒンアピン抜けて、あ、オフサイドだ、あ、マテウスの位置がオフサイドでした。いや、富山本当にこう背負った時体預けてね、はい、さんさん強さをね見せてますね。そしてここで長い笛、勝ち点で並んだ5位と6位の直接対決、勝ち点1を分け合う格好、痛め分けという表現の方がいいかもしれませんが、